おはようございます。大川龍です。2月に入りました。皆様いかがお過ごしですか。ねえ、2月に入りまして、今日は2月1日土曜日ですけれども、降らないですね。降る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 ってここ 2,3 日明日は降る明日は降るっていう風に言われてるんですけど、朝起きるたんびにディサポインテッド。今日も積雪ゼロですね。ニセコね、一切道路が乾いております。一切降ってません。あー、雪降ってほしいな。なんかこの生ぬるい雪の降らない冬っていうのは本当に嫌ですね。まあただ昨日は留守に行ってきましたけれども、すいません、切れましたね。昨日は留守に行ってきました。ゲレンデはいいですね。ニセコ雪崩情報にもゲレンデの雪はいいというふうに、書いてありましたね。まあゲレンデの雪はいいんでね、ゲレンデ滑ってれば楽しいんですけど、やっぱりパウダー滑りたいですね。パウダー滑りたいですね。まあ予報的には来週月曜日からはずっと雪予報でマイナス2桁台まで下がるので降るんじゃないかなと思ってますけども、降ってほしいですね。はい、ということでまた切れましたけれども、僕が所属するファーイーストスノースポーツ主催でですね、また2月の10日にナックの2階のジョージョーズカフェで、フィルムナイト開催いたします。第2回目ですね。第1回目来てくれた方どうもありがとうございました。第1回目はパタゴニアフィルムズのトゥリーラインを、上映しましたけど、今回もパタゴニアフィルムのアーティフィシャルを上映する運びとなりました。あのまあ雪も少ないんでね、みんなで映画でもお酒も飲みながら映画を見て見るっていうのはいかがですかね。アーティフィシャルっていうのは僕は見たんですけども、まあ鮭の放流とかですね、川の魚、鮭とかマスとかの放流をしてることで環境保護をしてるんだけれども、その環境保護活動が実際に、環境を実は壊しているんじゃないかっていうような、内容のフィルムになっています。まあそれ別にフィルム自体でね、実際どうだってことは言ってないんですけど、そんな内容のフィルムになっております。で、いいですよね。僕もそのとっつきにくいそういう環境の話とかっていうのは、映画を見るのは一番分かりやすくていいんじゃないかなと思いますね。で、映画みんなで見るとね、楽しいですからね。大画面で映画をみんなで見ると、まあ、パソコンの画面で見るのと全然違いますから、それをみんなで見に行ってみてはいかがでしょうか。2月、もう一回言いますよ。2月の10日、ヒラフナックの2階です。ナックの2階のジョージョーズカフェで、フィルムナイトやります。皆様ふるってご参加ください。どうもありがとうございました。ニセコフィルムナイト2月の10日6時からナックの2階ジョージョーズカフェでアーティフィシャル、みんなで映画を見に行こう。無料です。